ゆっくり霊夢格好プヌシです。マリサだぜ。前回は、思い出したくない。かなり波乱の始まりだったからな。明智家を選ぶために本能寺の変を発動、流れるように織田家に初手三万で攻められたよ。もちろん対応できるわけもなく城を制圧されていったんだぜ。さらに追い打ちで秀吉も攻めてきてる、絶体絶命の状況からの再開になりそうだよ。じゃあ状況確認から。橋場家は福知山城、昇龍寺城を攻めてきてるな。昇龍寺城は本陣から近いからまだなんとかなりそう。福知山城は本陣から離れてるし今向かうと昇龍寺城取られてしまうしな。あとは織田家に長浜城を攻められてるよ。孤立してるしきつそうなんだぜ。安土城も孤立してるから次攻められたら防衛迎えなさそう。どの道本陣付近をずっと攻められてたら防衛に向かえないがな。さて、ここからどう守っていこうかな。昇龍寺城はこのまま合戦使って戦えば今は守れそうだな。そうだね、ただその場合福知山城は防衛いけないんだよね。でも昇龍寺城ある程度守らないとすぐに本陣だしな。福知山城守りに行って本陣手薄にするのもまずいと思うから残念だけど捨てようと思う。まあ今から向かったとして間に合うかどうかもわからないからな。てかどこかで攻勢に出ないと自利品になりそう。でも今から攻勢に出れるのか？耐えてればきっとチャンスがあるはず。できる限りで守っていこうと思う。いずれ城は取り戻しましょう。長浜城陥落。前回の最初に強撃で敵部隊を潰せなかったのが響いたな。多分織田家は次安土城狙ってくるだろうね。強撃もしやすいしな。昇龍寺城降伏したな。マジか、八上城から秀光さん呼んでる途中だったのに。なら奪還を狙うのはありだな。だね、二条城で待機して敵部隊が帰るタイミング見計らって攻めていこうと思う。いずれ城は取り戻しましょう。福知山城陥落。攻めてくる敵部隊の武勇が高くてすぐに制圧されてしまうんだぜ。城が少なくなるとどんどん退職者出てくるね。まあ潰れる未来のところにはとどまらないだろうからな。秀吉ついに織田家に攻めていったね。マジか、これはチャンスなんじゃないか。ただ織田家は機内で孤立してるから大規模の援軍は行かないんだよね。そうなると攻める隙があるのは橋場家か。二条城で昇龍寺城の部隊が帰らないか見てるんだけどずっと帰らないんだよね。これは二条城に部隊を置いてる限り帰らないんじゃないか。その可能性が高そうだから昇龍寺城に攻めていこうと思う。整えるのだ。昇龍寺城の戦い、少し優勢だな。ただ相手官兵衛さんいるし気は抜けないね。でもこっちもほぼ最大戦力だしこれ以上も望めないんだけどね。あぶね。交代作戦で戦ったがなんとか勝てたって感じなんだぜ。官兵衛さんの戦法でスタミナ回復されるのが辛すぎた。城攻めを始めます。じゃあこのまま向上していくよ。強行にして一気に制圧するんだぜ。秀吉は織田家に夢中でまだ防衛部隊来てないし今のうちに制圧するよ。城攻めがなりました。昇龍寺城奪還。この後防衛できるかどうかだな。今は織田家に攻めてるからうちに来てないから大丈夫だけど、織田家を攻め終わってからが恐怖だね。そのうち織田家も安土城に来そうだしな。その前に秀吉が筒井家を滅ぼしてもらって織田家と戦ってくれたらいいんだけどね。宗義さんゲット。全体的に武勇不足だから武勇派が来てくれるのはありがたいな。だね、早速大官任命しようかな。東洋でも餅ゲット。違うも餅連想するからやめろ。結局あの後昇龍寺城の防衛部隊が攻撃部隊となってきてるよ。見る感じは1部隊しか来てなさそうだな。そうだね、でもいつ進路変更してくるかわからないから怖いんだよね。一応二条城には国衆待機させてあるから光秀さんと一緒に出陣して合戦で蹴散らしていくよ。城下開発も二条城を優先で連兵城作っていってるんだぜ。他の城も攻撃で開発できるところは攻撃にしてるよ。昇龍寺城防衛戦。小規模合戦だがやっていかないと複数部隊で来られたら対処できなくなるからな。小さいうちに潰していくよ。交代作戦なのに結構削られた。武勇差が出てるんだぜ。次もまだ一部隊が来てるから撃退していくよ。ただ国衆が兵力なくなってるから援軍呼ぶけど、兵力少なくなると交代作戦もできなくなるからな。昇龍寺城防衛戦。結局国衆も参戦したんだぜ。相手一部隊だから要所確保要員だよ。とりあえずこれで今のところ攻めてきてる敵部隊は撃退できたかな。そうだな、でもすぐに第二波が来ると思うんだぜ。
攻めてきてない式場だね。そうだな、案外攻められてない時間もあるもんだな。これは意外な発見だったよ。あ、柴竹の外交姿勢が普通になってる。これはもしかしたら同盟、心中も隣接してればできたかもな。ここまで織田家に攻められたら隣接も難しいんだけどね。ついに織田家が動いたな。2万で安土城に攻めてきたよ。さらに1万追加だな。てか安土城に2万って心配しすぎでしょ。坂本城にも1万だしな。どっちかというと逆の方がいいと思うんだけど。まあ城の耐久値の問題とかあるんだろうな。でも2万だろうが1万だろうが守れないんだけどね。なんで自信満々なんだよ。橋化けからも6戦来たな。うん、昇竜寺城なら守れる。むしろ本陣周辺しか守れないんだぜ。一応数字で確認。こう見たらより絶望感が増すな。見るのやめるよ。安土城、坂本城は捨てて本陣をとにかく守るよ。もうそれしか手が残ってないんだぜ。橋化けからおかわりの1万だぞ。八神城も遠くて無理。なんなら秀光昇竜寺城の防衛来てるしな。どんどん制圧されていきそう。前よ。昇竜寺城防衛戦。さすがにこれは勝てそうだな。勝ててもこの後が問題なんだよね。今回は最大戦力出し割と被害を抑えれたよ。城が攻められておるだと。安土城陥落。昇竜寺城の部隊は一度全部退帰城したんだぜ。どんどん味方が減っていく。あ、坂本城が降伏したな。だいぶ早く降参したみたいだね。まあ1万に囲まれたらそうなるんだぜ。織田家から1万すぐに来たぞ。しかも標的は2城城か。昇竜寺城も攻められてるし、これはもう無理かもな。八神城も攻められてるしね。さすがコメント欄で最高難易度って言われてるだけあるね。まさかパート2で滅亡まで行くとは思わなかったんだぜ。ダメ押しの5戦追加だぜ。もうやめてくれ。まあさすがにここまで来ても理解するのは無理だから次回からリスタートしようと思う。そこで新たに独自エンディング追加するんだぜ。まずリスタートはするんだけど、コメント見る感じだと初手で織田家が攻めてくるかどうかでだいぶ状況が変わってくるらしい。今回は最初からすぐに攻められたから良くないパターンだったみたいだな。まさかのリセマラが必要になるシナリオだとは思わなかったよ。攻略に運要素が絡んでたんだぜ。だからそこでパート10くらいまでリスタートを繰り返してやっていって一向にクリアできる気がしなかったら真田家の時同様リベンジに持ち越そうと思う。ずっと同じこと繰り返しても仕方ないしな。で、リスタートなんだけど1パートに1回までにしようと思う。初手で織田家が攻めてきてもそのまま行動を起こして打開できる可能性がないかも察していくんだぜ。そういう感じでパート10まで繰り返して攻略できる目処が立たなかったらリベンジ持ち越しだよ。その方が私も気が楽だしね。今後はそんな感じで進めていく予定なんだぜ。コメントでアドバイスくれたの見たら初手城主が配置されるまで織田家が攻めてこないといいみたい。その後は全軍で伊賀上野城に攻めていく空気を狙うみたいなんだぜ。初手で攻めるっていう発想はなかったね。そうだな、基本どこかの勢力が動いてからその隙をついて攻めるって感じだったからな。また新しく戦い方を学べたね。まあ伊賀上野城で威風を起こしてからの行動は書いてなかったから次回はうまくいけばその続きは自分で考えてみようかな。守りに入ったら今回みたいになりそうだし、威風で多く城取れるように攻めていくのが必要なのかもな。それはそうかも。次回の話も終わったことだし、そろそろ悲惨な状況もカットして終わらせていこうかな。いずれこの城に戻ってまいろ。八神城陥落。失おうとは。昇竜寺城陥落。この城を奪われるは痛で。本拠地陥落。これで全ての城を失ったんだぜ。西郷だけ3万で攻めてきやがった。恨みの入ったオーバーキルだったんだぜ。そ、次回以降覚えてろよ。なんだかんだこの画面は初めて見るな。全部城を失うとこんな感じになるんだね。で、そのまま強制的に初期画面に戻されるのか。なんか辛いな。辛い思いに浸らせてもくれないとは。まあ次回からの攻略方法も決まったし、今回はここまでにしようかな。正直難易度の高さ的にクリアできるかわからないが応援よろしくなんだぜ。ってことでチャンネル登録がまだの人は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくなんだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。